おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番と、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番はどっちが難しいの？マッチョ、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番は、のだめカンタービレとかいろんなもので使われている、有名なやつですね。それをですね、私去年、勉強しました。全国各地で演奏し、そして最終的にはオーケストラとも共演ができたんですけども、今年に入ってからチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を勉強し、そして今年も全国各地で演奏する予定ですので、2曲とも弾いた僕がですね、どういう風に難しいのか、そしてどっちが難しいのかを明らかにしていきたいなと思っております。まず、一番最初は和音から始まります。チャイコフスキーピアノ協奏曲。まずラフマニノフピアノ協奏曲第2番で難しいなと思う箇所は、第1楽章のまずここ。久しぶりに弾いたらやっぱちょっと下手くそになってたね。シャボーン。というわけでね、まあでその後にピアノのソロが入ってきます。ずっとピアニッシモで行くんだよね。一楽章で他難しいところはここ。ピアノ教則はこうやって駆け上がってきます。あとは弾きやすいんですね。チャイコフスキーピアノ協奏曲も駆け上がっていくとき和音でこうやって駆け上がります。音が多いので結構大変なんですね。やっぱメロディーラインを美しく出すっていうことが結構大変でした。感じでね、まあ歌う箇所が結構やっぱ多いので難しかったんですけども、例えばチャイコフスキーは結構ねテクニック的に難しいなと思いました。むしろまあメロディー的な美しい部分っていうのがラフマニノフに比べると少ないけれども、例えばこういう
そういう結構ねテクニック的に難しい場所が多いです。でもねもちろん要所要所こういう美しい場所はあるんですけども、一歩間違えたらお疲れ様でしたみたいな、あのそんな感じにねなりかねないようなパッセージが多いです。例えばこういうのも、難しいところが多いです。もう全然休む暇がないんですよ、この曲は。だけどこうやってね、美しい場所もありますよ、もちろん。みたいなね、まあ、美しい場所はあります。あとこういうところは歌いますよ。難しいところが多いです。オクターブとかね。チャイコフスキーは指がこまごまっていうよりもオクターブが多くて、一本間違えたらお疲れ様みたいな感じなんですけども、ラフマニノフピアノ協奏曲は音が異常に多いんですよ。ね、もう異常に音が多いでしょ？あとこういうの。異常に音が多いですよね。まあ、こういう難しさが全く違うベクトルにあって、どっちが弾くのが嫌かって言ったら、もうチャイコフスキーの方が僕は苦手。やっぱね、ラフマニノフとかはね、なんか楽しいんですよ。
細々した動きは多いんですけども、ざっくりとしたいわゆる大きな音楽の中でたくさんの音が動いていくっていう感じなんですけども、チャイコフスキーはどちらかといったらね、もうひたすら俺のテクニック見ろやーみたいな感じの曲で、ちょっと僕とはね相性が悪いんですけども、相性が悪いからこそ練習して僕が得意になれば僕は完璧になるということでね、まあ頑張っていこうじゃないかと。自分が苦手な部分がたくさんあって、ちょっとねそれを克服するために練習をするという形でね、本当に自分が成長しているのがステップアップステップアップっていうのをすごい感じる曲なんですよ、チャイコフスキーは。でもラフマニノフはいわゆる魂をそのままぶつけてストレートに演奏してしまえばもう僕が表現できるんですけども、チャイコフスキーはそれとはまた別で技巧的なものを見せつけつつ、爆発せずに余裕で指がたくさん動いてかっこいいですよねみたいな感じの、ちょっとクールな感じなんですね。だからちょっとね、僕みたいな情熱的なタイプとちょっと相性が悪いんですけども、頑張りがいがあると。それ以外にもまあチャイコフスキーの方がまあ僕はね結構苦手だなっていうのを感じました。一生懸命弾かない、こういうところでね、ポルテ君チャイコフスキーを弾いててもね、クールじゃなくなってどん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 ね、おりゃーっていうのになってしまうんですけども、これは抑えて抑えてという感じのね演奏をすることがね、僕のねいわゆるアルゲリッチとかのねチャイコフスキーを見てもらえたらね分かると思うんですけど、すごい余裕そうに弾いてるんですよ。もうこれでちょっと、ラフマニノフはもう本当にもう爆発してもなんかそれが全て、ああ可愛いなみたいな感じで、まあみんなが可愛いかって思ってるかはまた置いといてね、なんか受け入れられる感じなんですけども、これをね例えばもうゴリゴリ弾いてる、おっ、ダメじゃないですか。優雅に弾かないといけないのでね、難しさのベクトルが全く違うというわけでね、比べることができませんでした。しかし弾く分に難しいのは僕的には、僕は結構手がまあまあ大きいので、ラフマニノフを弾く際に全然困らなかったんですけども、やっぱりラフマニノフとかは結構ねこうでオクターブで弾きながらその中の音を他の指で弾いたりとかするので、やっぱりねハマらない人にとってはすごい弾きにくいらしいんですね。だけどチャイコフスキーはオクターブの連打、僕の場合はオクターブだと僕の手が大きすぎてちょっとはみ出ちゃってミスタッチとかをしてしまうので、僕はちょっとチャイコフスキーの方が僕はね弾きにくいなと思いました。検証結果、僕はチャイコフスキーピアノ協奏曲の方が苦手。なぜなら情熱的に弾いてしまうと崩壊してしまって優雅じゃなくなるから。僕にとってはね、いわゆる優雅にテクニックにかっこよく弾くっていうのが僕の今の課題なので、僕にとってはチャイコフスキーピアノ協奏曲第一番の方が難しいというわけで、このままピアノを頑張って皆様にね最高の演奏を届けたいなと思っております。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。ぜひとも参考になったらどっちの曲もやってみてくれ。というわけでみんな一緒にピアノ業界盛り上げていこうな。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。